粗品です。せいやです。うーん、すんどめで20年し、霜降りチューブ始めてからですね、はい、3ヶ月ぐらい経ちまして、そうですね、テレビでいうワンクールが終わったということで、3ヶ月ここで視聴者分析をしてみようじゃないかと。おお、ここでですね、分析したあの資料があるので。分析大事ですからね。ね、見てみます。いろんなデータが、あ、例えば7月の、月間チャンネル登録者数、ほう、これが16万。おお、あ、7月すごいな。7月の途中から始めたんでしたっけね。あ、だからやっぱロケットスタートというか、で8月が、7万5000ぐらい、ちょっとやっぱ変ねや、半分ぐらいね。ほんまやな。で9月が6万5000ぐらい減っていってんな。減っていってんな。大丈夫ゼロなってかない1万ずつ減ってるけど減ってってた。いや、でも1ヶ月で6万増えてるっていうのはスピードとしてはいい方、うん、そしてそうですね、そのチャンネル登録者数は減ってますが、うん、この平均視聴時間とか、ほんまや、平均再生率は上がってますね。あ、ほんまや、コメント数も上がってる。コメント数すごい上がってるやん。これいいことですね。再生回数もだいぶ上がってるやん。すごいすごい。月間再生回数は、7月が47万、8月が76万、9月が88万。これ上がってる、ね、すごいすごい。コメント数400倍ぐらい上がってるってことですね。すごいな、ほんまやな。なあ、コメント数すごい。すごい、ユーザー層、円グラフで出てるんですが、はいはいはい、男性が 73%、 多いって思う。女性が 27%。 男ばっかりやん。あ、男7割。いや、そらそらパチンコ行くわ、そらほんまやな。年齢層は圧倒的に18から24歳がメインで、まあ、25から34の層もいてはって、65歳以上もいかんねや。やりますね。65歳以上とかポケモン画伯とかどう思ってんの。ポケモン画伯のやつな。確かにね、買い物画伯やって、こんなん、そうや、俺のキーとか温かい目で見てくださってるよ、それは。登録者数推移とかもありますよ。例えば9月やったら棒グラフが出てて、うん、あ、平均すると1日2000人ぐらい増えていってる、うん、いや、これでも人の人数でいうとすごいっすもんね。すごい。ライブでも2000人集めるのって、いや、すごいな。それが毎日ってことですか、はい、すごいな。このグーンと登録者数が上がったタイミングがピンポイントでありますよね。9月の11とか。あ、何の動画、1日か、うん、9月の22とか、この辺ちょっと探し、22というか19からにかけてやんな、22の。だから最低が19ですね、9月。ちょっと見るか、これ動画、9月22日はおっ、ナルトの回です。せいやさんのベストマッチの回で、めっちゃ増えてる。いや、やっぱね、うん、ナルトが意外と、いや、ええな。再生回数もパチンコギャンブル抜いたら3位とかじゃないですか。です、ね、19日のこの9月最低叩き出した日は何ですか、登録者数。ちょっとそれは企画によってすぐやめよう。言われた感情で振る舞うクレイジーゲーム。ひどむゲーム。あったけど、ひどむゲーム最低か。ひどむゲームあったけど。ああ、そうなんや。あ、7月8月もありますね。うわっ、すごいの、あれ一発目か。8月の、うん、それで言うとこれも22、すごいやん。これ8月22、23が同時にピンピンと上がってますね、同じぐらい。すごいな。22は22、箱の中身はなりきりアキネーター。へえ、これが良かったんや。23は、あ、クイックジャパンのコラボ企画、影響を受けたカルチャーで出せん、そこら辺がグーンってきた。8月21日のちなみに M1 以来初めて、あー、これも再生回数いってますもんね。これもいってる、これの影響で。あ、だから結局21の時点で上がってるんですよ、これ。
なるほどね。あーなるほど、髪の毛ね。あれはなんなんすか。いやそのパチンコとかナルトとかやっぱ男が好きな、ね、あ、まあ、みんなも好きなマニアックな話は分かるんですけど、うん、なんすかあの髪の毛。すごい好評やね。なんなんすか、なんなんすかやない、なんでこれは8月1日に跳ね上がってるけど、ということは4月31日のやつ、これが1日のやつは M1 クイズ、その前日は何ですか。7月31日、あ昔の漫才ね。あ、意外、何が言ってるか分からんな、全く。でもまあテレビでの活躍とかもあるんですかね、はい、この日の大特番で。なるほどね、なんか爪痕残したとかもあるかもしれない。このグラフ面白いですね。だからやっぱ再生、うん、あの順ね、そのランキング、これはいはいはい、9月視聴上位動画みたいな、はいはいはい、やっぱ如実やもんなこれ。1位、粗品ガチで好きなパチンコの別冊。いやこの伸び方エグかったっすもんね。もう100万いってるでしょ。いってますね。これほんでなんか有名なパチンコYouTuberの方かな、パチンコ関係のお仕事されてる方がつぶやいてくれてましたよ、はい、あのパチンコ打たへん動画で100万再生いくの異常やった。すごいな、ありえへん。パチンコ語るだけでこの人らがパチンコ打ったらどうなるんだ。どんな大当たりで、え、当たってなくてこれ、この出玉。すごいな。はナルトも締めてる。分かりやすいな、2位3位がナルト、ナルトなんですよ。だからパチンコとナルトは、うん、一応ニーズがあるんですよね。ほんまですね。で4位もまあワンピースっていうこのやっぱアニメ強いな。そうそうそう、意外と頑張ってる、うん、キドムゲームとかプレッシャーゲームとか頭使めっちゃしんどいやつが全然いかない。総合順位、はいはいはい、1位は再生回数141万回で「せっせっせいやゲーム」。すごい、せっせっせいゲームだいぶ初期のやつですもんね。ほんまやな、うん、すごいですね。せっせっせいやゲーム、真似していただいたからか。まあそれもありますね、スカイピースさん、うん、スカイピースさんがやってくれて多分グーンと上がりましたね。2位がパチンコモノマネ、3位が粗品は今週パチンコで何万円負けている、うん、4位がガチで好きなパチンコ大ベスト3。パチンコチャンネルやねん。ギャンブルばっかりやねん。123位、一番の動画がもうすぐパチンコに抜かれそうな。ほんまや、せっせっせ、これは死守せな。もうパチンコとのこのバランスをね、なんとか保たないと。最下位見ます。最下位見ようなあ。最下位見よう。一番最下位はこれはしゃあないか、最近のやつは2日前、4日前だから古くて、はい、全然のやつがあるはず。あ、2ヶ月前の漫才水。ちゃんとあかんやん。漫才水。あー、2ヶ月前でこれエグいな。やっぱバレんねんな、おもんなかったか。面白いですね。お前、キドムゲームも低いな。粗品毒ミリオネアも低いな。低く俺めっちゃ好きやったスマブラ古今東西とかがおもろかったけどな。これ意外とあかんかったりすんねんな。だから分からん、ね、こんな俺300万超えとか。その撮ってみた体感、ね、おもろすぎ、めっちゃおもろい。いやこんなフィッシャーズさんとかやってほしい。めちゃくちゃおもろかった。ウニいくら。いやだってやっぱゲームで殴る瞬間に寿司のネタ言われた。めっちゃおもろかったよ俺。おもろい、めっちゃ腹一番おもろかったもんな、下り中部で多分。おもろい、でも行かない、意外と。うん、難しいな YouTube。 なんてすげー。さあ YouTube 検索、はいはい、これも検索ワードですかね。うん、霜降り明星とか霜降りチューブ、霜降り、はいはいはい、あ、せっせっせいやゲーム入ってますよ。だからやっぱスカイピースさんのファンの方とかが調べてくれたりとか、パチンコだけでもあるな。お前9月入ってからもう全部パチンコや。そしたらパチンコ。パチンコだけで検索してる。いやパチンコおもろいよな。あ、でもそうですね。コメント数の多い動画、単語ダービーが7000件。もうダントツですわ。もうみんな。ありがとう。あんなゲームに真剣に付き合ってくれてありがとう。ありがとう。
どう、ナルト1000件超えもすごいな、すごいな、ナルト。だパチンコの方が再生回数えぐいけど、うん、コメント数はナルトの方が上やねんな、2つすごいですね。ナルトファンも侮れんな、ナルトをもっとやっていこうや、ね、すごいな、ナルトとパチンコのもうチャンネルです、だからナルトの台が出たら最高なんよ、ほんまやな、CR ナルトナルトの台出たらもう全部剣で一人で、はい、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。